田村智子さん日本共産党の田村智子です今日は働き方改革で示された同一労働同一賃金の考え方についてお聞きします正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差を解消するというのが働き方改革実行計画の柱の一つですでこれに基づいて同一労働同一賃金のガイドライン案というのが示されましたがここでは 基本給手当などについて、均等均衡待遇を確保するとしていて、基本給は、職業経験能力、業務評価、勤続年数の三要素が同じならば、正社員と同一水準にすることと、こういうふうにしていますね。で、この三要素の一つ、職業経験能力部分についてはですね、原則として、 職業経験、能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない、また、蓄積している職業経験、能力に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならないとしながら、同じ職務であっても、キャリアコースの違い、職務内容の将来の変更とか、転勤の有無、これを理由に基本給は違っても問題がないんだという例示をしています。 これつまりは同じ仕事に従事していても、その仕事の内容とは直接関係のないキャリアコースの違い、あるいは将来職務内容の変更があり得る、そういうポジションなのか、将来転勤があるのかどうか、これを理由に基本給の格差を認めてしまうっていうものなんですね。これでは同一労働同一賃金は達成できないというふうに思いますが、厚労省にまずお聞きいたします。鈴木職業安定局部長。 お答え申し上げます。今回のガイドライン案におきましては、基本給から教育訓練に至るまで待遇改善に向けまして、幅広い待遇についての判断例を示したところでございます。その中で、不合理な待遇差の是正をするにあたりましては、我が国では長期雇用の中で配置転換をしながら幅広い職務遂行能力の向上を促していき、それと対応しました賃金決定を行っている企業も多いと。 いう実態を踏まええるる必要があとと考えたところで、ございますで他方、同じガイドラインの中でございますけれども、職務内容配置の変更範囲等につきまして、将来の役割、期待が異なるといった主観的、抽象的な説明では足りず、客観的、具体的な実態に照らして不合理性が判断される旨を明記したところでございまして、この内容は適切なものではないかと考えておるところでございます。 田村智子さん。あの歴史的なね、男女賃金差別、パート賃金差別の判例である丸子契機、あの判例さえも交代させるような中身なんですよ。認められないですよね。で、この一億総活躍国民会議で、安倍総理は次のように指示をしました。どのような賃金差が正当でないと認められるかについては、早期にガイドラインを制定し、事例を示してまいります。このため、法律家などからなる専門的検討の場を立ち上げ、 欧州での法律の運用実態の把握等を進めてまいります。できない理由はいくらでも挙げることはできます。大切なことはどうやったら実現できるかであり、ここに意識を集中いただきたいと思いますと。で、これを受けて、同一労働同一賃金の実現に向けた検討会では、ヨーロッパの判例や制度を調べまして、でガールドラインの研究が進められたというふうにあの理解をしております。では、ヨーロッパにおいては、職務の変更の有無、 残業の有無、移動の有無、キャリアコースの違いこれで賃金格差を容認するような法制度というあるいは判例はあったんでしょうか鈴木部長はい、お答え申し上げます、えー、職務が同一である労使者につきまして、えー、労働契約により職業能力向上のために設定されましたキャリアコースに住んだか否かで賃金差が生じている事例について、えー、同一労働同一賃金原則に違反しないと、えー、判断いたしました裁判例がフランスになると承知してございます 田村智子さん兜が一つフランスにあったと、でも法制度ないわけですよ、基本的にヨーロッパ、職務が同じだったらドイツロード、同一労働、同一賃金なんですよね、だこれはあくまでも日本的雇用慣行の温存だと、私は思いますよであの、日本では正社員というのは、職務の変更や転勤を企業から命じられれば、それに従うんだと、長時間残業も受け入れるんだと。 こういう働き方が前提になっていて、これができないんだったら、処遇の格差は基本給であっても格差があっても当然だと。これ私、日本的観光だと言わざるを得ないんですよ。で、あの、私ね、例えば非正規雇用で、あの、例えばですよ、雇用契約が1年の契約社員とかね、こういう方に転勤があるなんて前提は、まず考えられなくて、そうなったら、あの、これも基本給で差別があっていいってことになっちゃうんですね。 で同じ正規雇用の中でも、例えばあの、転勤などができないなら一般職ですよと。転勤にも応じます。残業もバリバリこなしますと。それなら総合職ですよって言って、例えば女性なんかはもう入社の時点で、こうやってコース別にさせられてしまうんですよね。 であの政府は今、多様な働き方の一つとして、多様な正社員、つまりあの転勤などがない地域限定型の正社員、こういうこともあの進めようとしていますが、これだって転勤がないんだから、基本給の格差を認めてしまうということになってしまうと思います。 あの、先月、ILO の議員連盟の学習会に私参加をいたしまして、そこであの、女性と仕事に関する国際意識調査に関わった ILO 本部の方々からお話をお聞きすることができたんですね。日本に対する勧告っていうのも、あの、お話をされました。それであの、私質問したんです。日本では就職するときに、あなたは残業ができますか転勤が可能ですかと。これでいわばコースが決められて、基本給も含めた賃金の格差っていうのが生じているんだと。 これ、男女賃金格差の一つの,この理由になっているんだと、こういうことどう思いますかっていうふうにお聞きをしました。だこういう答えだったんですね。多くの国が採用時に残業や転勤に応じることができるか、こんなことを前提とする、あるいは質問する、そのこと自体が禁じられていますよと。これも日本固有の問題ですよというふうに指摘をされました。同じ仕事をしていても、正規、非正規の格差がある。 男女の賃金格差がある。それは残業転勤など企業に対する義務を履行できるかどうかなんだと。これを理由にすれば、あの、格差があってもいいんだと。いつまでね、これを私は続けるんだというふうに思います。加藤大臣にお聞きします。働き方改革というのであれば、せっかくヨーロッパ調べたんですから、法制度。 こういう同一労働、同一賃金に追いつくように、日本的観光の打破こそ必要だというふうに思いますが、いかがですか加藤大臣あのこれまでですね、その日本ではいわゆる能力級を投資をしていると、それに対してヨーロッパ等では職務教であると。 そういったことを踏まえてですね、なかなか同一労働同一賃金って難しいんじゃないかと、こういう立場に我々も正直言ってあったわけでありますけれども、そういう中で、やはり非正規における処遇の格差是正を図っていく、そのためには、そういった同一労働同一賃金ということにも踏み込んでいく必要がある。そしてその実例として、ヨーロッパ等いろいろ勉強させていただく中でですね、今、こちらからお話がありましたように、例えば、 え、キャリアパスが違えばですね、え、必ずしもその一緒、同一労働と同じような仕事をしていたからといってですね、必ずしも賃金が一緒になっているわけではない。まあ、そこに一種の不合理さがあるかないかということが問われている。まあそういったことを踏まえて、えー、昨年末お示ししたいわゆるガイドライン案では、 我が国の雇用実態にも配慮しながらですね、基本級の趣旨性格が様々である、まあ、現実を認めた上で、それぞれの趣旨性格に照らし、実態に違いがなければ、同一の違いがあれば違いに応じた指揮を求めるということにしたところであります。あの、転勤、有無等による話がございましたけれども、長期雇用の中で、 配置転換しながら幅広い職務遂行能力の向上を促す人事管理が現行で見られることを踏まえ、職務内容や配置の変更範囲を待遇差の判断にあたっての考慮要素の一つにするということは適当だというふうに考えて、明日、えー、ガイドラインをお示しをさせていただいたところであります田村智子さん。転転勤勤すすれれればば手手当当がががつつくくとか残残業すれば残業手当がつくそれで月収が違うってのは あ分かりますよ、だけど基本給の格差を認めちゃったら、これ、同一労働、同一賃金じゃないですよね、ちょっと角度を変えて聞きます、私はね、そもそもガイドライン案を読んだときに、根本的な疑問として感じたのは、同じ職務でありながら、一方は正規雇用、一方は非正規雇用、この格差自体がおかしいんじゃないのかなと、同じ職務で同じ仕事なんですから。 であの今日資料をお配りしました、職業構造基本調査から厚生労働省が作成した資料なんですけれども、これはあの若い人対象でまいすね、初めて社会に出たときに、その仕事が非正規だったっていう。 方々がどれだけの割合でいるかっていう調査なんです。で、5年ごとで、その5年間のうちでどれだけの方が非正規の職業に就いたのかっていう調査で、あの、今年があの、調査年なので、一番新しい数字というのが2007年10月から2012年9月の5年間ってことになります。これ見ますとね、39.8%の方が、最初、学卒で最初に就いたのが非正規なんですよ。女性で言えば49.3%。しかも年々ね、 上がり続けけててきているわけです大臣、まずこれ見て、どう思われますか。加藤大臣まあ直近の姿が今一つ見えないというところはありますけれども、確かに男性も女性も含めて、ですね非正規で働いている方の割合が増えてきているという実態はここで示されているというふうに思います。田村智子さん だからの非正規の、ね、処遇の改善が求められていくというのはもちろんなんですけど、働き方改革実,現あのあ実行計画の中では、非正規という言葉を世の中からなくすって言ってるんですよ、なくすって言いながら、学卒で初めてで働く女性のね半分が非正規だと、まあね、これをどうやって解決していくのかっていうことが、真剣に私、あの考えられなければならないっていうふうに思うんですね。あのえ そもそもなんで非正規で雇うのかと。私その合理性こそ使用者に問うべきだと思いますね。あの非正規っていうのは直接雇用をしないで派遣労働者にする。あるいは無期雇用ではなくて3ヶ月とか半年とか長くても1年ってこう有期雇用にすると。まあ、これを非正規っていうふうに呼ぶわけですけれども、その理由が人件費抑制のためでしかないんだとしたら、 私は正規と非正規で格差が生じてしまうのは当然で、根本的な是正など不可能だというふうに思います。社会人となって初めての職が非正規、こういう方々が増加していくということに歯止めをかけるためには、これあの私たち何とも長年にわたって提起してるんですけれども、なぜ非正規で雇うのかというその理由、この入り口の規制が何らかの検討必要だと思うんです。 では働き方改革のこの検討の中で、この非正規労働の入り口規制については、何らかの検討は行われたんでしょうか、何らかの施策盛り込まれたのか、お答えください小林働き方改革実現推進室次長。お答え申し上げます <coughs>。合理的な理由がない場合に、有期労働契約の締結を禁止するという、今おっしゃいました、いわゆる入り口規制につきましてでございますが、 今般の働き方実行計画には盛り込まれていないところでございます。田村智子さん。いないんですよ。盛り込まれたのは、あのこの非正規の待遇、どうやったらっていうね、合理的な理由がなければって言いながら。あの非合理な待遇格差も認めるようなガイドラインあのを出してくる。それからあのもう一つ進めようとしているのは、まあ入り口では非正規だったと。だけど五年が経過をしたら。 本人の申し出によって、無期転換ができるということで、これを徹底していくことで、非正規減らしていこうっていうことは、安倍内閣は持ち上げました。しかし、あの、私何度も国会で取り上げてきましたけれどもね、5年前の雇い止めっていうのが、国立大学や研究所など、独立行政法人、省庁の足元でも防げていないっていう実態があります。 でこれに関わって、今日厚生労働省にもお聞きしたいんです。え厚生労働省は、この5年経過したら無期転換ということについて、パンフレット出してます、あの周知を図るために、有期契約労働者の円滑な無期転換のためにと。 しかしね、当初出したパンフレットは、機関的な業務は無期転換の対象だけれども、補助的な業務は必ずしも転換しなくてもいいという中身が書かれていて、私はこれはおかしいってことを厳しく批判して、新たに出されたパンフレットはその記述はなくなったんですね。しかしですよ。 長期金属が見込まれる有期契約労働者については、無期労働契約の転換を検討するとし、業務の大半は正社員が担っており、業務量の変動への対応として、有期契約労働者を活用しているため、5年を超えて契約更新するものについては、選抜するって書いてあるんですよ、パンフレットに。選抜なんですよ。これで法律上は、本人が申し出たら、 あの、無条件で無期転換しなくちゃいけないんです。そし選抜ってのはいつやるんですか ?5 年の前にやるしかないですよ。5年の前に、5年契約に図る前にね、あなたの契約は今年で打ち止めですよっていう選抜を5年の前にやるってことを、私このパンフレットは事実上認めてるようなものだというふうに思いますが、厚生労働省いかがですか。土屋新官。お答え申し上げます。 労働契約法におきます無期転換ルールは、業務の内容に関わらず、同一の使用者との間で有期労働契約は5年を超えて反復更新された場合、有期労働、あ有期契約労働者の申し込みによって、 期間の定めのない労働契約に転換できるという仕組みでございまして、私どもとしては、できるだけ多くの方が、これによって無期転換して、雇用の安定が図られることが望ましいというふうに考えているところでございます。であのそういう前提の下で、現在、事業主の方々が労働契約法の趣旨を踏まえて、 無期転換ルールへの対応に積極的に取り組んでいただくよう、ポータルサイト、ハンドブック等を用いまして、周知啓発を図っているところでございますが、こうした周知啓発にあたりましては、現在、使用しているハンドブック等におきましては、業務の必要性が恒常的なものについては、 えー、機関的な業務か、浮上的な業務かにかかわらず、えー無期、無期契約労働者が担うことが適しているといった例示を示しながら、あ周知啓発を図っているところでございまして、いずれにいたしましても、無期転換ルールの内容が、えー、使用者の方、あるいは有期契約労働者の方々に、えー、十分ご理解いただけるように、引き続き周知啓発を図ってまいりたいと考えております田村さん。 あの引き続き議論していきたいと思いますが、あまりに不十分な中身だということを指摘して、質問を終わります。